こんちゃー翔太です。久々に FF7R をやっていこうと思います。多分もう 3,4 ヶ月ぶりぐらいになるんですけど、途中までやっていて放置していて放置しちゃってたんで、ここからやろうと思います。で、なんかとんでもないところでやめてましたね。クラウドの助走イベントが終わったタイミングでやめていたみたいです。はい、ここにエアリスもいますね。はい、このドレス姿のエアリスとクラウドで、確かコルネオのところに行くんですよね。ちょっと久しぶりすぎて、懐かしいですね。もうなんかやり方を、正直やり方を忘れてしまっている部分が、若干あります。はいはいはい、あ、懐かしいな、これ何、バハムートとの模擬戦闘。ちょっともう戦い方もあんまり覚えてないですね、正直。バスターソードを装備している。はいはいはい、これミスリルドロットの方が強そうやけど、なんかあるんやろうな。ちょっと忘れちゃいましたね、いろいろ。マテリアはどれで、あー、いけた。回復時間、属性以下づち。あー、懐かしいな。ガード強化はなんか強かった記憶がある。で、HP アップ少し育ててる最中ですね、確か。で、エアリスが、あー、マジカル育ててますね。で、範囲化回復を持っていると。はいはいはい。あー、これ、何でしたっけ？ヘルファウスと戦ったと何でしたっけね。まあちょっとやっていこうと思います。私の最初に上げていた動画っていうのが、FF7R で、一応それをメインで最初はやっていこうかなと思っていたんですけど、途中からソーシャルゲーム、ソシャゲですね。それの動画を上げ始めて、ちょっとそこからやめてしまっていたっていう。一応ハードで、チャプター、ですね、確か、どこだったっけな、ここか。チャプター14、15、16じゃない、18まであるんですけど、ハードでクリア、1から実況っていうのをやってて、今、チャプター9まで来ているところです。で、チャプター18は、確かあれなんですよね。セフィロスとの戦いが、バイクの戦闘とセフィロスとの戦いがあるだけで、確か撮影禁止期間になってしまうんで、チャプター17まで、動画にはしていこうと思っております。うわー、騒がしいな。うわー、懐かしい。その格好で戦う気か。さすがにそれは、いやー、もはや懐かしささえあるな。あなたのような麗しきお方がどんなご用で。いや、最近古い FF ばっかりやってたんで、こういうフルボイスの FF が、こっちなんや。あ、こっちあれか。上登るところか。ちょっと今走れないんで、あまり意味のないことはやめておきますか。じゃあ、コルネオさんに、ブヒブヒしてもらいに行きますか。あ、気持ち走れる。あー、走り方さえ忘れてた。いや、じゃあ走れるならちょっと行ってみるか。なんかあんのかな。確か、チャプター16かな。チャプター16か17ぐらいの動画が私の一番目の動画になっていて、なっていますね、確か。うわー、懐かしい。久々にこんな綺麗な FF やりますね。あ、ここか。ここも懐かしいな。あ、今開けられへんのか。何の音？リアルの音違うよな。なんか。ああ、懐かしい。アバランチ。
ここに、おお すごいな。ここ登るのに、原作だと数時間で来れますからね。これ私今、何時間ぐらいやってんやろ。今、プレイ時間54時間。まあ2周目ですけど。ただ1周目確か40時間ぐらいかかったと思います。このハードモードに関して言うと、私、もうささっとクリアを目標にしてるんで、そんな、1周目はめちゃめちゃ寄り道してたんで、めっちゃ時間かかったんですけど、2周目はもうサクッと終わらせていたような記憶があります。で、2周目なんですけど、確か MP が回復しないんですよね。めっちゃ MP 減ってる で、MP の回復ソースっていうのが、何やったっけな。自動回復やったっけ？やば、何も覚えてない MP ってどうやって回復するんやっけ？ちょっと忘れちゃいましたね、MP の回復のさせ方。とりあえず、HP は回復できるんですけど、MP の回復っていうのができないんで、アイテムも使えないんですよね。で、宿屋とかに泊ま、宿屋っていうかベンチなんですけど、に泊まっても HP しか回復しないので、MP の温存っていうのが各チャプターで重要になってくるのがハードモードになります。まあ、ちょっとやりながら思い出していきますか。わーお、懐かしい。何やったっけ、こいつ。レプリーやっけ。あんたは。レズリーか。マダムマムとアニャンクーニャンの推薦状を持ってるの。入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう。入れ。しゃあ、行くぜ。それにしてもなんでこんな中途半端なところ大でミッションやのめて参いた加んで者すかだ。ね。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。なんかこの辺に宝箱とか豪華あっなたようなもの気だがらすける。なんで、お気をつけて。おお、綺麗やな、クラウド。マムの推薦か。かわいいな。おい、勝手に触るな。こっちじゃないんか。おい、勝手に触るな。ごめんって。お待ちしてました。アニアの推薦か。奥の部屋、あっちか。おとなしく部屋で待っててくださいね。あっちよな、やっぱり。何やったっけ、催眠ガスをばらまかれるんやったっけな。部屋は奥だ。急げ。めっちゃ雑やん。甘い香り、何？なんかぼーっとするような。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。あらら、どうされました？相手にすぐれませんか？いけませんね。控え室までご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。やってるだろ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃ済まねえぞ。分かってんの？しかし今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好？感想はいらない。他に方法がなかった。
大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。はい、久々に見るとやっぱティファってかわいいな。そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。はい、懐かしいな。マジ MP どうやって回復するんやっけ。あ、ティファありがとう。ティファ最高やわ。あれ、あ、ギルめっちゃ持ってる。いやー嬉しいね。ティファ、ティファの装備は、あ、なんか一個抜けてる。これソニックフィストが強いんやっけ。多分ちょっと覚えてないですけど、強いからつけてるんでしょうね多分。めっちゃ適当やな。ちょっと結構私適当な感じでやるんで許してください。なんかつけといた方がいいやつ、あ、MP 吸収とかあるやん。あ、で攻撃するとか。あ、そんなに強そうじゃないな。耐性一応持っとく。何がいいんやったっけな。まあノリなんかね、ノリでいけるんですよ、なんやかんや。あのヘルハウスとか。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。ヘルファウスとかがちょっと積みポイントだったんで、しっかりと作戦を練った方がいい時があるんですけど、まあ今回みたいな、今回というか基本的にはそんなに意識しなくても勝てるはず。娘ども、ここに整列。はあ、うん、うん、見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、いいの、いいの。どの女にしようかな。おひー、おひー、お前にしようかな。それともお前かな。
今日のお嫁ちゃんは今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞゲス野郎あおい今の誰だお前かいいねいいその跳ね返りへし折ってやるわ今日はこの強気な女子だうわおい拒む仕草がういのうぶいのあとはお前らにやるよっしゃよっしゃお前どっち俺こっちさあ子猫ちゃん俺の胸カモン照れなくても大丈夫誰もいないよよく見ると可愛いの寄るなはひこれは進路線たまらんこれは何だえぇ、ー、気にしない気にしないただの記念写真写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ腐ってるあもっと褒めてくれいやだいぶゲス野郎やなおいお前らお客さんだ仲良くするんだぞこれもコルネオ様の計らいだ感謝の心を忘れんなよいやコルネオ様万歳さて、お嬢さん方、準備はいいかい？準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。お前…トリジョロ！えっ！うっ！何しやがる！エアリス、捨てて！うっ！うっ！待て！ひでえ。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してる。バスターソードあとは何とかするからうまくやりなありがとうレズリーありがとういやー戻っちゃったずっとあの姿でよかったのにクラウドのとこ急ごうコルネオの部屋だよねあトレジャーボックスやありがとう。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつが。はい、ちょっと待って、どうやって戦うんや。あ、はいはいはい。あ、思い出した思い出した。やばいやばい。テンペストって何？俺。やばい。あれ。あれなんかあーこれやこれあっ切る MP をよこせドラゴンクエストヒーローズと違ってノン NPC が微妙やった気がするいや一応私 FF7 本編やりましたからねこれのためにこれのためにこれのためにってわけじゃないですけどー
PS5 でやるとまた変わってくんのかな。でも別に PS5 でやったから FPS 増えたりとかせんよな多分。よおおお前らは不合格だ。当たれ。あ、なんでこんなやりにくいんかと思ったら、あれや、ドラゴンクエストヒーローズとボタン配置が違うんや。そういうことか。よこしなさい。よかった。これだ、基本回復はイアリスでやった方がいいんかな。アスピルできるし。どうやったっけ。おひぃ、待った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 、たまらん、いただきまーす。あーおふおい、てめえ今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い、この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ、クラウド、つく。おひおほほほほ、うん、あーん、男じゃねえか。何だ、どうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。やめてくれ、ちゃんと話す、何でも話す、うん、頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひぃ、喋ったら殺される。言いなさい、言わないとねじり切っちゃおうか。おひぃ、神羅のハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。神羅？神羅の目的は？それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひひひ、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。神羅はマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒュードガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺に乗るってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから引いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。あ、時間切れとかあったん。正解は教えない。ほひー、落ちた落ちた。はい、ちょっとごめんなさい、ハードの攻略方法調べてたら飛ばしちゃいました。
はい、それでは今回ここまでにしてですね、次回チャプター10やっていこうと思うので見ていただけると嬉しいです。これからも FF7R やっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。